はい、本日は3月23日朝6時36分になります。相場解説を始めますね。これはリアルタイムのチャートを見てるんですけども、一番右側のちょっと太くしましょうね、見やすいように。一番右側のね、大きな陽線がありますよね。下ヒゲを出して大きく上に向かってます。その一個前見てください。一個前は上下にヒゲが出ていて、まあ赤い陽線になってますよね。ですので、この2週間で大きく上に突き上げたということが見て取れます。で、デイリーの方を見てみますね。デイリー、ちょっとすいません。デイリーの方に移します。1日足なんですけども、なんかすごい極端な動きをしてますよね。右肩上がりで長く続いてきたのが、上に V の字を出して、ちょっと線引いてませんけども、下に大きく、こう落ち込んでですね、それから、ヒゲを出してですね、ちょっともう大きくします。ね。この一番下の、黄色い、線が引いてあるところで反転している陰線を見てくださいね。青いやつですよ。青い線の下に大きなヒゲが出てますよね。このヒゲが次からの反転の合図ですからね。下ヒゲが出ると上の方に次のチャート動きますから、で上の方にどん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 行ってますよね。で、1個開けて、なんと言いますかね。上下にヒゲが出て、真ん中に、まあ、真四角とは言いませんけども、四角い陽線があります。その次に、大きな長い陽線があって、陰線のコマみたいなのを挟んで、次に上下にヒゲが出ている、陰線があって、その次に陽線が3本、ぶち並んでいて、で、最近の2本、陰線の上下ヒゲと、今、形成中のちっちゃいのがありますよね。あ、今、陽線に変わりました。うらうらしてるところですよね。で、流れとしては大きく下から上にドーンと来たのが先週だったんですけども、で、そっからですね、今週はどのように動くかなっていうところで、黄色いゾーンを引いています。で、このゾーンがどう作用するのかまだお話しできません。まだわかりません。で、4時間足に移りますと、窓を2つ埋めましたね。ちょっと窓だけはちょっと図形引いておきましょうか。ここの窓埋めましたね。ここの窓、埋めましたね。もう一個。ここ。ここね。窓埋めましたね。だから窓埋めってのがあるよってことですよ。で、上昇して上昇して、次はね、こういう風に私は見てるんですよ。ここに、ちょっとね、足踏みしてるようなところがありますけども、ここが今度力点になるんじゃないかなと思ってるんですよ。こういう風にですよ。まあ、ですので、ここを足がかりにして、さらに、111円とか12円方面に上昇を続けるのが4時間足かなと思って見ております。で、1時間の方に行きますと、まあ V を書いたままね、右肩上がりが、どん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 右肩上がりを加速しているってことです。V を書いたっていうのはここのことですよ。ここ。ここ V 書いてるでしょ、ですので、これは高値切り上げ、安値切り上げがさらに続いて、今、下の方に折れ曲がっているような気がしますけども、弾みをつけてまたね、111円とか112円方面の方に伸びていく。要するに右肩上がりになっていくと見てるってことです。今週はこういう風な仮説で1週間見るんですけども、実際にどっちに動くのかっていうのはまだわかりませんからね。ただ、仮説を立ててそれが合ってるのか違ってるのか、なんで合ってると言えるのか、なんで違ってると言えるのか、この検証が日々大事ですからね。これをもとにエントリーしたり、ロスカットしたり、テイクプロフィットしたりってする活動があります。まあ、本日はこういう風にね、月曜日なんで、全体像を振り返りながら、これからの動きを緩やかに、仮説していくってことになります。まだ明確なことは私は月曜日に言えるほど、達観してませんので、わかりませんので、月曜日はだいたいエントリーしない日ですね。まあ、緊急事態が起きたらまたエントリーするかどうか決めますけども、まあ、黒田総裁はね、今日は出てこないでしょうから、多分、テクニカルが非常にやりやすいんではないかなと、そんな月曜日、それから1週間になることを考えております。以上です。